な。ここは牢屋？そうか、あいつらに捕まっちまったのか。こんなとこで時間潰すわけにはいかねえな。死にたいの？え？あっち！マジかよ、燃える仕組みなのかこれ。アンガトな、声かけてくれなかったら丸焦げになってたかもしんねえ。っていうかもう一人いるとは思わなかったぜ。お前も捕まった口か？お互いついてねえな。けどちょうどいいや。あな、今会ったばかりの人にこんなこと聞くのはおかしいかもしれねえけどさ、俺人探しをしててよ。お前知らねえかな、内派一族の。って聞いてるか？聞く必要がない、私には関係ない。つうかお前ナナシか？だから何？会えた！お前こんなとこにいたのか？なんつう巡り合わせだよ。けどよかった、会えてよかったってばさ。よし、第一目標達成。次はお前と一緒にこっからの脱出だな。んだよ、できねえとでも思ってんのか？大丈夫、牢屋くらい俺の術で壊してやるよ。一人で出ていけばいい。ああ？私は兵器、私は一族のために戦う存在。指示通りに術を使う、敵を滅ぼす。泣かない、動じない、逃げない。痛みは耐える、死ぬ直前まで。命令があるまで牢屋で待機。何があっても外には出ない。それが私に課せられた使命。それを守らなければ私は。違う、お前が生きるのはこんな暗いジメジメした場所じゃねえ。お前は戦いに使われるだけの存在じゃねえ。お前はお前の道を歩かなきゃいけねえんだ。私許せねえ、ナナシをこんなにも。絶対に解放してやる。どういう仕組みかは分かんねえけど、術も封じられてんのか、ここは。そんなとこにずっとこいつは一人で。こじ開ける！バカなことを諦めた方がいいのに。バカなことあるかよ。それにな、どんなことも諦めなけりゃ道は開くもんだ。俺の父ちゃんもそうやって道を開いてきた。俺だって諦めたくねえからここまで来た。やめてよ、もうやめてよ。私はもう諦めてるんだから。私はこのまま。人が作った運命に自分が負けてんじゃねえよ。自分で決めて自分で作っていくのがお前自身の運命だろうが！
前の居場所はここじゃねえ。なんで、なんで私なんかを。なんだ今の音は。封印牢からだ。くそ、やっぱ気づかれるよな。逃げるぞ。封印を解除されたとでも言うのか。一体誰が。まさか千住殿では。ならば奴らの狙いは七しか。七しを逃がすな。必ず捕まえるんだ。ここから出たらお前はもう人に使われることはない。でも安心しろ。安全なとこまで俺が死んでも守ってやる。ナナシ、俺を信じろ。行くぞ。くそ、いない。探すぞ。まだ遠くには行ってないはずだ。いたぞ。くそ。お前はあの時の。なめた真似しやがって、クソガキが。ナナシはどこだ。さあね、あいつとは別々に逃げたから俺は知らねえってばさ。二人で逃げている姿を見た奴がいる。あいつを守ろうとしても無駄だ。途中で離れ離れになっちまったんだよ。ここにはいねえ。隠してもお前のためにはならんぞ。だから知らねえって言ってんじゃん。ガキのくせに大した弾だが、大人をからかいすぎだ。知ってたとしてもお前らには教えねえ。お前らに教えたらあいつはまた不幸になっちまう。不幸ではない。奴の存在が我らに勝利をもたらすのだからな。一族のために戦ってこそ本物の忍びだ。お前らはあいつを兵器として扱ってる。忍びとしても見てね。ほう、よく知っているな。だがそれはこの時代に生まれてきた者の定めよ。忍びとして戦う者、兵器として使われる者、持ちつ持たれつの関係が一族をより強くする。そのために人一人の人生がむちゃくちゃになってもいいってのか。それが戦国だ。させねえ。絶対に。あいつにはもう二度と辛い思いはさせねえ。適当に痛めつけるぞ。七氏の居場所と奴がどこの一族のものか吐かせ。ああ。一撃が鋭い。これが戦国時代。あいつちゃんと逃げてんだろうな。この人はただの気まぐれで助けてくれただけ。偶然私を助けてくれただけ。それ以上でもそれ以下でもない。だから私は逃げればいい。善意なんてこの世にはない。そろそろ抵抗をやめてはどうだ。まだまだだろうな。
短い時間だったが、お前はなかなかの忍びだと分かった。敬意を表し、こちらも本気で相手をしよう。カトン王戦神の術。くそ、ここまでかよ。けど、あいつが逃げられたなら、それで。アマテラス。ナナシ。やはりいたか。お前、なんで。俺が戦ってる隙に逃げてりゃよかったのに。わからない。私だってわからない。でも。偶然でも気まぐれでも、私を助けてくれる人は今まで誰もいなかったから。それにナナシ、貴様、我々に盾つくとどうなるか分かっているのか。一族を裏切る者には重い処罰だ。いいな。私うるせえってばさ。ここにいるナナシはもうお前らが知ってるウチハナナシじゃねえんだよ。誰から命令されたわけじゃねえ。自分で決めて自分でここに戻ってきた。しかもお前たちに降参するためじゃねえ、自分の道を歩くためだ。人が作った運命に自分が負けてんじゃねえよ。それにな、どんなことも諦めなければ道は開くもんだ。自分で決めて自分で作っていくのがお前自身の運命だろうが。ナナシ、そう、自分で決めて自分で作っていくのが私自身の運命だとするなら、あなたと共に戦うことを決めるのも私自身。なぜ初めて会ったあなたの言葉にこうも心が熱くなるのか、今この場でもわからない。今まで会ったいろんな人たちの中で、あなたは、あなたの言葉は違う。なぜだかそう思った。だから今だけは私は私の運命のために戦う。お前、手を。ヤチホコってやつか、これ。私が集めたチャクラをあなたに渡した。やれるよね。できねえことがあるかよ。絶対勝つ。ナナシが敵に回るとは厄介だが、奴を逃すわけにはいかん。これが最後の戦いだ。行くぞ。えい、まさかヤチホコを使うとは。気をつけろ。ヤチホコを使ったとなれば、あのガキはかなりの強さを手に入れたということになる。ナナシ、勝手な真似を。勝手？違う。ナナシはやりたいことを自分で決めてやったんだ。そこにお前たちの許可なんていらねえ。自由にやるのはナナシが人間だからだ。ナナシはもうお前たちが操る兵器なんかじゃねえんだよ。
ナナシ、大丈夫か？波動、増加中の術。どこを見ている？あなたが一緒にいるから、大丈夫。これでも食らえ！もっともっと、飛ばしていくぜ！わかった。行くぞ、テッパチャー！ガキどもが、調子に乗りやがってる！こいつら、何なんだ？目の前にあるんだってばさ、ナナシの自由が。ずっと目の前まで来たんだ。ここまで来たんだ。最後の最後で負けちまうなんて、そんなカッコ悪いことできっかよ。お前らを倒して、そめナナシの本当の道を切り開く。それは今できる俺の最大限だ。ハトン豪華級の術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 。アマテラス。よし、これでナナシは。ここまで来ればもう大丈夫だろう。信じられない。本当に逃げられたの？ああ、これでお前は自由だ。自由。俺ができんのはここまでだ。え？一緒に来てくれるんじゃないの？悪いな、ちょっと事情があって一緒には行けねえんだよ。あなた何者なの？詳しくは教えらんねえけど、とにかくお前を自由にしたかったんだ。なんで？なんで私なんかのためにここまで？俺にとっちゃ私なんかっていうような安っぽい関係じゃねえんだ。お前は俺にとって大切な友達だ。だからお前を助けたかった。命をかけてでも。あれが新しい兵器だとよ。あの人、何？あれには話しかけちゃダメよ、危険だから。顔色変えずに人を倒していくらしいぜ。まあ、上役がうまく使ってくれるだろう。今のお前に言っても意味わかんねえよな。でも俺にとっちゃお前はお前だ。そこは絶対に変わらねえ。だからどうしたよ？私はずっと一人で、ずっとずっと暗い場所にいて、みんながまるで人として見てくれていなくて、誰も味方なんていないって
思ってた。でも、でも、偶然でもない、気まぐれでもない、私を助け出してくれる人がここにいた。私を友達と言ってくれる人がここにいた。私は今まで生きててよかった。私を助けてくれてありがとう。私を自由にしてくれてありがとう。ああ。なあ、畜生。もう時間か。何？悔しいけど、これでお前とはお別れだ。けど、最後に伝えとかなきゃいけねえことがある。いいか、お前はもう七死なんかじゃねえ。光、内葉光だ。お前の父ちゃんと母ちゃんがつけてくれた本当の名前で、新しい場所で、太陽の下で生きるんだ。そんで、人界は辛いことばかりじゃねえってこと分かってほしいってばさ。待ってよ。嫌だ、行かないでよ。私はあなたのこと何も知らないのに、名前すら。そんなんじゃ私何も。渦巻ボルト、いいか、俺たちは離れ離れでもずっと友達だ。お前は絶対に一人なんかじゃねえ。忘れんな。俺はずっとお前を応援してっからな。ボルト、やだ、行かないでよ、ボルト。絶対幸せになれよ、内葉光。ボルト！